こんにちは、ノムレスパワフルアプリやっていきます。今回は、佐藤睦子ちゃんを使ってパワー高強化やってみましょう。なるみ、しどるみ、野球、佐伯、佐賀で、佐藤睦子と。なんかピッチャーの時に入れて調子が良かったので、これでなんとかいけるんじゃないかなと。いうところをですね。まあ、20枚を入れてでもいいんですけど、やっぱポイントバランスを考えると、まあ、むつこちゃんの方がいいかなという感じではありますね。では、行きましょう。スタンプとマネキです。さあ、行こうぜと。おー、誰もいねえ。サッカーしたいです。先生、サッカーしたいです、僕は。ワールドカップも来てますからね。で、筋力と、敏捷を取って、いけばいいと思います。あとはもう気合で集めていくだけですね。打撃でいいか。打撃の練習レベルをとにかく上げたいです。 OK。 うん、やげですね。息子ちゃんが来れば体力は回復できるので、早めにちょっと次くらいでは結構欲しかったりはします。おお、これは肩だね。さすがにサッカーするでしょ。はい、コツはもらえなかった。そこの辺体力回復したい。ちょうだい。しゃ、ナイス。それは偉いよ。肩でもいいけどね。踏んでこ。うどもいるしね。うども来ないのかな。多分これ来ないか。光ってる。サイバー、さすが。3人のここですね。あとは安いやつは取っていきましょうかね。ああ、体力消費ね。やっぱ全力だとこれがプラスになるっていうのはすごいな。体力消費してくださいって感じですもん、逆に。いいですね。ローリング打法。おー、つかめた。初めてつかめたかもしんない。ちょうどいいかもしんないですね。一発目でつかめた。筋力にした方がいいのかな。精神にしよう、精神にしよう。結構今回精神は運みたいなところはあるので。ああ、いいですね。ちゃんね、負けた。センス狙う。調子のせいでいいか。せっかくローリング打法も来ましたし、ね。結構もう組めるんじゃない、そろそろ。さあ、いいね。おー、パワーコツ。めっちゃいい感じなんだけど、ここまでは。あとはタックがしっかりと絡んできてくれると助かりますね。14%。休んでもいい、これは。食取ってもいい気がするけど。うん、まあ野球も大事なんですけど、結構ムツコは早めに詰めておいて絆を組める状態にはしておきたいですね。スバルには負けませんね、さすがに。2年パワープロしてますから。2年以上か。ボール、ずるい。
カードライナーかよ。なんとか30点ですね。コツをください。パワヒアベヒぐらい。うわ爆弾怖い。意外性外性度が一番いらないレベルだ。うん、いいですね。再起意外性と、意外性と守備職人取れたら取れたいですね。さすがにいらないです。息子早くして。打撃来いって。負けたしひでえな。しかも割と強いですね。しゃあね。うわーこのダブルは行くしかないな。うん、いいですね。結構練習してくれますね。むつこ足りてないのかな。オレンジで来るよね絆ってと思ってたんだけど。おっしゃー、ウドナイス。ちょっと正月までにマジで来てほしいよ。いるいないでだいぶ違うんだよね。おわ強いなお前ら。いやしかもちゃんと仕事しますね。うん、これはシードレミ行った方がいいでしょうね。ムツコ絆ダメそうだな。お、よし偉い。ナイスですね。おー来た瞬間それは偉い。普通に見てあげましょうか。精神も入りますね、これで。そろそろ打撃練習レベル上がるでしょ。うん。素晴らしいですね、ロボ比。で、ロボ比は置いておきましょう。やめて。うわぁ、不眠症。治っていく。ただ、おかげで練習できない、今週。お、練習できた。まあ、最近でもいいですけどね。まあ、行くか、これは最近。やる気を上げるかどうかの勝負。大丈夫、上がる。ムツコで上がる。確か上がる。さあ。小学生、最高です。からの？からのこのダブルだったね。強っ。すげえ来るな、この二人。しかも練習するっていう。精神ですね。ああ、これいいじゃん、メンタル。うわ最高。うわパーコツまた入った。待った方がいいかもね。いやー来ないか。人数多いところ行くと結構来るっていう情報を寄せていただいてるんで、まあ気にはしてるんですけど一応。強っ。お前ら何なんだよ一体。仲良すぎやろ。ロボフィ取っとこうかな。ちょっとロボフィは迷うよな。負けた。うん、このセクションはめっちゃ稼ぎましたね、多分。
音声で。セクイチがあれぐらいだった割にはかなり入れてますね。パワー上げてえな。弾道上がってるかな、これ。アンダ製造機でしょうね。技術とてつもなさそうですね。やっぱムツコ強えな。使いやすさが全然ほんと段違いですね。これは行きましょう。怪我を押してでも行きましょう。うわーい、これは通してくれよ。うわ最悪。いや、ああいうの取れないと厳しいっすね、でも。ちょっとマイナスがきついな、今のだいぶ痛かったっすね。しかも90からだから、100点ぐらいなくなったね、今。やる気がなくなったのも大きいですしね。よっしゃ、OK。やる気がない今のショートライナーか。うわー二直、これ無理じゃない。うわーやられた。アンダー製造機なくなった。走塁なるんか。だったらいいかな、これ。ちょっとやる気を戻す意味でもない。うん、これは行くべきでしょう。15回復できるでしょ、どうせ。はい。はい、監督。失った精神がでけえな、やっぱ。練習して、練習して。サッカー練習して。うん、いいですね。おー、いいっすね。3タック入りました。結構、このタック入るね、マジで。うん、精神が一番入るタックですね。もう、あと、ムツコがいればって感じです。体力回復が絡むんですよね、うまい具合に。これはありがたい。しゃ。いいね、チャンス。チャンスとかマジで最高なんだが。技術ね。何を取ればいいか全然わかんないや。
回取るか。うん、いいですね。素晴らしい。守備骨。基礎骨マジ来るな。これ精神でもいいかもな。ちょっと精神を攻めてっていいような気がしてます。筋力足んねえんだ。おお、乗り越えた。野手何だったっけなこれ。チャンスとかマジでバリ馬ですね。さよならだったのかな。危ねえ、さすがに入ったか。うん、まあまあじゃないですか。結構練習もサッカー来たんで強いですね。基礎骨も割と数入ってます。人がいるところかな。守備とかかね。まあここの辺がめっちゃいますけど、サッカー部員いっぱいいるとこ行ったけどダメだ、抜けなかった。最後お願い。ファーストだ。おほほい。それはありがたい。タク、からっきしこなかった。阿部ひ。阿部ひ。くそー、取るか。いいですねー。お、乾燥した。うん、ここはここですね。トレコツもらったんで取りましょうか。内野安打取ります。満了とかもいいでしょう。阿部ひ行きてえな。おーい。からの？サッカーしない。これは頼む。成功して。臨床もめちゃめちゃ入りました。おーい。ちょ、ゼフ長なんだけど。踏んだり蹴ったりすぎる。いやー、これやる気を戻さんとな。どうしようもないですね、正直。そう、やる気を戻さないとこうなっちゃうんですよね、結局。もうローリング取ろう。ナイス！初逆転か。誰かやる気上げてくれる人いるかな。お、うわー、持ったね。逆境か。阿部ひよくれ、阿部ひよ。うわ、強いわ。これまたぐきりそうなんだよな。多分。おっとっとっ と、遊びます。まあ金属的にちょうどよかったな。
行けよ。よし。おほう、強い。逆境か。うん、打撃型になったらいけそうだな。打撃か、まあ、精神がでも。いいですね、あの、火。で、能力を振りましょうか。で、火。で、守備表。わけわかんないことになる前に守備表です。これで、まあ、試合に行きましょうか。では、試合に行きましょう。お待たせいたしました。どんなもんだろうか。まあ、怪我がちょっと痛かったっすよね、やっぱり。まさかあそこでミート5差があるとは。おせえ、このマグロ。うん、さすがに勝てそうですね。これ、しどりに観光して。しどりに。まあ、見てない。阿部妃もらいましたね。乗ってないかな。サッカーしよう。そしてしない。ほほ、1回目だこれ。さすがに連続できてほしいんだが。負けた。ああ、さすがに連続できますね。次でいければ体力回復も絡んでいい感じですね。25成功する説。お、35、20にしといて。直球取るか。まあなんか、まあまあだ。お待たせ。パワフルリードで迎える1回です。ツーアウトランナー1塁という場面で伊勢初球を打った。センター取りました。やべ、アウトだ。スリーアウト。ちょっと危険だぞ。パワフル追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー2塁という場面で伊勢。波動相手にこれは危険です。投げた。打った。これは強烈。打球はレフト。パワフルリードで迎える5回です。ワンアウトランナー1塁という場面で伊勢。初球から。いやー、これアウトコース抜いたな。パキないと。パキ多分ないもんね。うわ、ほら。追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー2塁という場面でうまく畳んで入れましたね。これはナイスコメント。マイビデシドリミ頼む。前でこい。おーい、ウドじゃないよ。ウドじゃ精神取れることかな。そしてうわー、これはウドじゃなかったな。完走せんかった。マジ？びっくりしちゃったわ。ああ、いいですね。しどれみまさかの未完走でしたね。ちょっと体力回復もあるんで、失敗でもいいから欲しかったっすね。ちょっとびっくりした。足つけれない。
この辺でごまかしていくしかない。うーわー、ちょっと今のきついな。マジか。2回の裏、カープ攻撃に入ります。先頭バッター、マネキ持ち込みなんだけどな。セカンドから一塁送球、これでワンアウト。0対0で迎える4回です。ツーアウトランナー一塁という場面で打った、これは強烈、いった、入った入った。カープに追加点のチャンスです。ワンアウトランナー二塁という場面で伊勢打ちました。これはいい当たり、よしよしよし。センターうわ強いなこの打球。おお素晴らしい。弾道飛んでればよかったな。1612回の裏、カープ攻撃に入ります。トップバッターは伊勢、投げた、内角際どい球、ボール。第2球ツーシームはボール。第3球はボール。初今打てたので、投球これから4球目。おっと打ちました、深田、掴みました。これ負けてるからやばいぞ。同点で迎える4回です。バッターは伊勢、第1打席はファーストフライに倒れ、打ちました、痛烈、ナイスローリング打法。やっぱ技術余るのかと。リードで迎える5回です。ワンアウトランナーなしという場面で伊勢、投げた、これはいい当たりだ、左中間を受けず、入った入った。パーク追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー1塁2塁という場面で伊勢、万全を期せなかった。2打点を挙げています。第2球低め、カーバー外れてボール。第3球を投げた、3球目空振り。第4球を投げた、危ねえ。第5球投げました、なんとか捉えた感じですね。危な、17アンダーはひどい、よく5点で終わった。ああ、しどりに、いやー、まあ、さすがにこっちか。さよなら取ってるんだよな。まあ、パワヒは取っていいでしょう。この辺の話だけど。ただに2回の裏、2点を追いかけます。パワフル攻撃に入ります。久しぶりだと打ちにくいの、入った入った入った。パワフル追う展開で迎える3回です。ワンアウトランナー1塁という場面で伊勢、初球を打ちます。あ、アウトか。これランナー1塁に戻ります。お、5回の裏、パワフル攻撃に入ります。先頭バッターは伊勢、ボール。投球これから2球目、ボール。第3球を投げました、危ない球。さあ4球目、なお、よく見た、フォアボール。右手にストレートの、パワフルリードで迎える6回です。バッター伊勢、膝元外れてボール。第2球ゲイ、入った入った。ほほ、マジか。大展開で迎える8回です。今日2本のホームランを放っている伊勢、投げました、アウトコース、ボール。第2球、これはいい当たり。なんとか同点までは持ってきましたけど、危な。パワフルサヨナラのチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面で伊勢、怖いバッターが続きます。第2球投げました、見送ってボール。第3球を投げました、うわー、フォークボールだ。アウト、スリーアウトチェンジ。勝った、チームが強かった。小田切りありがとう。
まあ結構ポイント的にはあったけども、しどりみが乾燥しなかったのがまあ痛かったっすね、普通に。一走ぐらいはもらいたかった。どんなもんでしょう。結構コツと基礎コツは割と入ったとは思うんですけど、どうでしょうね。うひ、ギリギリだな。臨床これ吐けねえぞ。そして、臨床がこのままだと吐けない。いやーでも落とすとこないんですよね。印象吐けない。盗塁走塁取ってますね。広角落とすかこれ。したらまだ取れるもんない。精神くれ精神。いいでしょう。いやー、ローリングせっかくついたんだけどな。そうですね、SS1 くらいには乗れそうかなというぐらいですね。まあパッとこう金属が取れるのはなんとなくこうつかめたので分かったんですけど、まあ全力を超える、全力に並ぶくらいっていうのはちょっとパーコーではやった感じ厳しいような雰囲気は感じますね。はい。他にはいろんなネタデッキやったりとかをやりながらパーコー強化を楽しんで、また次の、まあ、新高校なり強化を楽しんでいければいいかなと思ってます。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録高評価お待ちしております。またツイッターのアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。